グレーシュ、久しぶりね。ああ、当時はあなたを抱っこしたこともあったのよ。あの時はあんなに小さかったのに、もうこんなに大きくなって。メビウスおばさんだ。メビウスお姉さんよ。絵を描きに行くから、またね、おばさん。ラットさんは何も知らないようね。子供は他人を見分けるとき、視覚よりも匂いや声を頼るのよ。それらは体型の変化によって変わるものじゃないわ。あの時、キャンディーをたくさんあげた甲斐があったわね。何？どうしてそんな目で私を見るの？そんなことをする人に見える？ますます調子に乗るようになったみたいね、ラットさん。安心して。彼女はブランカの娘だもの。何もしないわ。グレーシュの母親。私の助手よ。思い出すたびに腹が立つわ。彼女は本来、私には及ばなくても、優秀な学者になれたはずなのに。あの男に騙されるなんて。けど、ブランカは責任感が強い人だったから、実験室を離れる前に、私にクラインを紹介してくれたのよ。それだけでも、彼女たちに悪いことなんてしないわ。でも残念だけど、世の中は予想できないことばかりで、ある災害によって、ブランカは命を落とし、グレーシュも巻き込まれた。長編手術。他の人たちとは違い、彼女にとって、あれは生きていくための方法だった。幸い、その賭けは吉と出たわ。あの手術は、彼女の命を守っただけでなく、その絵筆に力を与えたのよ。ラットさん。そんなに知りたいなら、自分の目で見てみたら？